ちゃん、見かけない顔だね。ここはクジャラの牧場なんだけど、今はまぶたの魔法でむちゃくちゃ寒いの。だから今は頂上のクジャラ小屋で暮らしてるんだけど、お兄ちゃんもじっとしてたらすぐに凍っちゃうよ。凍っちゃうよって君は大丈夫なのかい？ほら、これはね、この牧場にいるクジャラの毛で作ったムササビの服、とってもあったかいんだから。あ、でもこれは今のお気に入りだからあげないよ。それより今ちゃん、その頂上ってどうやって行くの？ねー、お兄ちゃんたち、ファイアートンカチって知ってる？ファイアートンカチ？普通のトンカチならトンバが持ってるけど、普通のじゃダメなの。詳しい話はコマ姉ちゃんに聞いてみて。この先を登っていった大きな氷の塊の近くにいるはずだから。それと雪の上は滑っちゃうから気をつけてね。寒い、やっぱりムササビの服がないと寒いな。何してるんですか？ああ、少年、どうだい、俺と一勝負しないか？何ですか？実はな、この牧場のどこかに俺の日記が隠してあるんだ。まあ見つからないと思うけど、
もし見つけたら、いいものやるぜ。どうしたもんかな。ん？どうや、その袋。この近くに落ちてたんです。ほう、やっぱりそうだったか。あや、ありがたい。おかげで助かったよ。これでやっと出かけられるよ。おやおや、すっかり凍ってしまって。本当に助かったよ、ありがとう。そうだ、お礼にこれをあげよう。これはファイアトンカチといってな、見た通り炎の力を持つトンカチなんだ。さ、そうだな、この煙突を出てはしごを登った先に大きな氷の塊があったはずだから、試してみるといいだろう。ただし、中にはビッグヒヤブタが隠れているから気をつけてな。さて、そろそろ行くとするかな。また会えるといいな、夢をした坊や。それで、あのおじさん。と思ったのにな。読んでないよな、中身読んでないよな。だったら隠さなきゃいいのに。まあしゃあねえか、約束は約束だ。ほら受け取りな。そう、緑の宝箱を開けられる緑の鍵さ。まあ俺はあんまり興味ないから、気にしなくてもいいよ。ちょうどそこに緑の宝箱があるからさ、試しに開けてごらんよ。じゃあ寒いから俺は行くぜ。Thank you.
あれ？ひょっとして旅の人？残念だけど、これ以上先には登れないの。こんな大きな氷を溶かすには、ファイヤトンカチでもなければ無理だと思うんだけど、見つからないの。それに、この中にはビッグヒヤブタが隠れてるって噂だし。トンカチって、あんなに大きな氷の蓋があっという間に溶けちゃった。これでこの先のリフト小屋に登ることができるよ。氷の塊、もう溶かした？その先を登っていけば頂上に行けるリフトがあるよ。
ャラが動いてくれないと、ここのリフトは動かないよ。どうした、坊主？何か用かい？ここのリフトってどうやって動くんですか？リフトか。まあ、これを見てくれよ。何か元気がないみたい。そうなんだ。ここのリフトはクジャラの動力で動いてるんだが、最近元気がなくてな。この調子だととてもリフトは動かせないよ。雪の中からたまに手に入る好物の山桃でも食わせりゃ元気になるんだろうけどな。動いた。ありがとう。これでやっと頂上から森へつながるゴンドラを完成させることができるよ。